笹本氏は、東京都出身のレスリング選手。2000年シドニーオリンピック、2004年、アテネオリンピックレスリング男子グレコローマン級、日本代表。北条高校、日本体育大学卒業。全日本選手権で2000年から7連覇を果たすなど、この階級の男子第一人者であり、シドニーオリンピック、アテネオリンピックでは共に入賞を果たした。 アテネオリンピック決勝トーナメント1回戦では、全大会王者のアルメン・ナザリアンを相手に、不可解な判定負けを喫した。笹本の俵返しの際に、ナザリアンは手を、笹本の足にかける反則を犯し、一度は、主審が反則を取った。だが、後に、チェアマンが、一方的に判定を覆して、結局判定負けとなった。この判定に対し試合中にペットボトルが、 リングに投げ入れられ、試合後も会場中からブーイングが鳴り止まなかった。試合後、笹本は、って、かけてたじゃないですか。と号泣しながら、報道陣の前を通り過ぎていった。日本レスリング協会が撮影したビデオには、反則がはっきりと映っており、明らかな誤信であった。この結果を受け、日本協会は、国際レスリング連盟に抗議文を提出した。 2007年世界選手権で銀メダルを獲得し、北京オリンピック代表に内定された。レスリング、世界選手権、男子グレコローマン60キログラム級で、笹本厚志が12年ぶりのメダル確定。北京五輪内定超人、第124回、特集、A ナザリアンへ、現役続行を熱望、笹本厚志、共同通信2004年8月26日。 シナの毎日新聞2004年8月26日。ありがとうございます。